コスプレラブ。コスプレラブ。セセセセセセツケイ。やあ、セツケイスだよ。コスプレラブ続きやっていきたいと思います。前回、お嬢様のコスプレイヤーのお嬢様に声をかけられて、なんとお静かおかおでででおちちちちお近づきになりました。それで待って、この感じ来たってことよな。家にうわーめっちゃくちゃ近い距離でないかお前。ところで皆さん、ヒロインの名字の名前せ、さすがにあれだけ言ったんだから覚えてますよね。そうです、お月さん。はい、どうぞ入ってください。お邪魔いたします。高橋さん来たね、マイエージェン。今日もその服なんじゃ。なんかその服しか持てないかなっていうような感じの同じ服着てますけどね。水木千代さんですよね。いらっしゃい、水木さん。一人だよね。はい、他には私の趣味のことを知っているお友達はおりませんので。いや、お嬢様やけんさ、なんかお月の執事とかが来そうな感じがしそうやもんな。一緒におりそうな感じがするしそうやもん。おるんかな、それでハットンかな、リムジンとかの中で待機しとんかな、もしかして。それがどうかしましたか。いや、何でもないよ。何もない家だけど、遠慮なく入って。お湯の通りにキョトンとした顔で首をかしげている。危機感がないのか、お嬢様ゆえにずれているのか、ちょっと判断がつかないな。男女一人やけんな。お嬢様だったらそういうことちょっと親が反対しかねん時もあるんじゃないかなって思うんやけど、普通は男の部屋に一人で来るなんて発想にならないと思うのだが。うん、そうやな。しかも出会ってすぐやけんさ、コスプレ好きには悪い人はいないの発想に至ったのだろうか。一度仲間の認定をした相手には脇が甘くなるのかもしれない。え、大丈夫かね。これ俺だったけよかったけどさ、コスプレ仲間っていう感情を出しておいて女の子目当てでさ、二人気になったところ襲いかかってくる男おるかもしれないからな。大丈夫かよ。すっきりしていて綺麗なお部屋ですね。これポジティブ心理学ですね。これポジティブ心理学ですね。すっきりしていて綺麗って言ってるけど、実際この女の人が思っているのは、わ、ほんま何もねえやーっていう感じですね。何もねえやーじゃネガティブなんでね、それをポジティブに相手にされるときはすっきりしていて綺麗なお部屋っていうわけですね。これ学校の内心書でもよくあるパターンでして、騒ぎ立ててよくうるさくしているっていうのをね、親御さんに伝えるときは元気があってよろしい子ですって言ってるようなもんですね。ただ物がないだけだけどね。あ、でもさ、結構おしゃれな椅子やなこれ。どこで買ったんだろう。なんかニトリとかには置いてあるんだろうが、こんな置いてなさそうやな。買ってない平気やけど、ニトリとかそういうところには置いてなさそう。ほんまおしゃれな椅子やけどな。それに人が訪ねてくるのが分かっていれば片付けもするよ。ちなみにここは俺が一人暮らしをしている 1LDK の部屋である。いくらぐらいするんだろう。実家も黒町にあるけど、大学を卒業して就職したのを機に一人暮らしを始めたのだ。残業で夜遅く帰ってくることになっても誰に気兼ねすることもないのは楽である。でもどうして俺の部屋に来たかったの。だからず俺に恋の気持ちがあるんですかね。同じ趣味を持ったお友達のお家へ遊びに行くのは夢の一つだったんです。でもね、そういう感じで男の部屋にホイホイ行くのはちょっと危ないからやめといた方がいいよ。俺だったから良かったもののここにあるのは TA のアニメディスクですよね。全巻揃えているんですか。ああ、うん、一応ね。こちらにあるのはコミカライズですよね。すごいです、ビデオゲームまで揃ってます。あ、興奮してまたちょっと父が揺れたなお前。社会人になると趣味に回せるお金が増えるから、いくらぐらい稼いでんだろうな。なんてお月水木家のご令嬢に言うことじゃないから、ちょっとお月家って言いそうになっとった。水木家のような名家であれば遊ぶお金にも苦労はしてないはず。
そう思ったんだが、水木さんは苦笑しながら首を横に振る。皆さん、よくそんな感じに遊ぶお金にも困らないんでしょうとおっしゃいますけど、そこまでたくさんのお小遣いをもらえているわけではないんですよ。そうなんじゃ、結構厳しいやな。アルバイトでもしないとアニメディスクとかビデオゲームまでは買えません。ちゃんと アルバイトしようんじゃ。でも習い事が、ああ、そう、なるほど。もう存分にアルバイトする暇がないんです。なるほどなるほど、結構習い事を結構させられるっていうか、しょうやな、お嬢様あるあるかもしれない。こういうのはコスプレの衣装代もありますし、いつもお友達とのお付き合いもギリギリになってしまいまして、欲があんま多くないんじゃ。普通のって言い方も変だけど、アニメとかは見ないお友達のこと？あ、はい、大学とかでお付き合いしているお友達のことです。皆さんいい人なんですけど、サブカルチャーには興味がないって方たちばかりでして。ああ、ルイは友を呼ぶって言うけどさ、そういう友達がおらんのじゃ。ああなるほどね。喫茶店でもちらっと言っていたけど、 TA やコスプレの趣味は秘密なのだろう。俺の勝手な印象だけど、お嬢様って人たちがアニメとかゲームにハマる様子が想像できない。あ、そういう系の大学なんかもしれんな。そういうお嬢様系のお金持ちがたくさん集まっとるような大学なのかもしれんな。あー、そういう時ってさ、なかなかそういうサブカル系の趣味ってなかなかカミングアウトしにくいところがあるんかもしれんな。でもさ、そういうのカミングアウトせんかったらさ、相手も、あ、僕もなんです、私もなんですみたいな感じで言ってくれんと思うんやけどな。そういうところあると思うんやけど、やっぱり家の人からはそういう趣味は否定されてるのかな。どうなんでしょう、いい顔はしなくても否定まではしないと思います。ああ、それぐらいの距離感が一番いいかもしれん。いくら隠れていても私がアニメを見ていることくらいは気づいているでしょうし。そうよな。ただコスプレに関しては認めてもらえるかは全く自信がないです。そんな感じで言ったんだ。私たちにとっては好きなキャラクターがまとっていた衣装ですけど、見る人によってはハレンチと見られかねませんから。そうだよね、胸元バッと開いてるもんね。世間一般からしてみたらちょっとエッチなビデオ系の感じのレベルの開き方してたもんね。そういうところあるからね、割とあそこまでハレンチで歩いていたら中の撮影だと思えちゃうよね。頬に手を当てて、小首をかしげながら考えようも込むような仕草をする。そして困ったように眉間に押し寄せると小さなため息を吐いた。ある程度の自由を許されていても家の対面がありますので。そうな、お嬢様がさ、胸元バッと飽きた服でさ、普通に人前におるって考えたらさ、なんかすごい背徳感あるね。そんな清楚な人がそんなことやっちゃうっていうギャップがあるよね。そういうギャップ萌えは俺大好きなんでね、もっとやってほしいなと思いますけどね。そういうのに厳しい家は大変だね。目の前の彼女が TA にハマることに勝ったきっかけが少しだけ気になってきた。そうやな、そういうんだったらさ、小さい頃に TA に触れるきっかけってなかなかこんと思うんやけどな。何がきっかけ？普通に生活していれば他のお嬢様たちのようにサブカルチャーとは縁がなかったはず。水木さんはどういうきっかけで TA を好きになったのかな。だからそんな質問を何気なしにしてみたんだが、それを聞いていただけるんですか。ある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 やな、これオタクってさ、そのオタクになったきっかけって結構喋りたがる人間多いと思うよな。俺もさ、ゲーム実況者になったきっかけとか VTuber になったきっかけとか聞かれたらバリバリ喋るわ。そこまで食いつきがすごいと思わんかったけどな。うわものすごい勢いで水木さんに詰め寄られてしまった。まるで男女の距離感なんてものを感じさせないこの急接近に俺は思わず目を白黒させてしまう。うん。で、近い近いから落ち着いて近づきすぎ、ミスです、ミスです。
鼻先がくっつきそうなレベルで顔がもうキスの何秒か前じゃないかお前。じゃあ実際にはそこまで近いわけじゃないけど、彼女から感じる圧が強すぎてそう感じてしまう。何より彼女から漂っているあざやかじゃなくてすっこやかなかな、花のような香りで目の前がクラクラしてくる。だからといって体を押し返すのにどこに触ったらいいのかわからないし、肩だよ、肩ぐらい言えだろ。私同志とそういうお話をずっとしたかったんです。何でもお話しします。何でもって言った。じゃあ聞くけど、いくつぐらいの時からおっぱい膨らみ出した？DA を通じてコスプレを始めるようになったきっかけも聞いてください。めっちゃ聞きたがり、めっちゃしゃべりたがりだったわお前。うん、分かったから少し落ち着こう。やばいな、ヒットエンドランみたいな、ヒットエンドランみたいな。ドリームユキレベルでさ暴れだしよう。いつの間にか俺は飛ばしてから同士格上げされていたらしい。よほど趣味について語れる友達が欲しかったんだなぁと思うのと同時に、少しだけ対応に困ってしまう。しかしそんな俺の戸惑いはよそに、肝心の水木さんはの語りは止まらない。私昔からいろいろと習い事をしていて、毎日を忙しく過ごしていたんです。いい家のお嬢様となればそうなるんだろうな。そんな中、息抜きにと思って見た深夜のテレビ、そこで放映されていたタイムズイージスのアニメ。え、まだオタクじゃない頃に息抜きで深夜アニメって見るもんなんかな。その辺の感覚俺にはないな。けど日中忙しいけん深夜ぐらいしかなんていうかフリーな時間ないっていう考えなんかなこれ。途中だったからということもありますけど、最初はいまいちパッとしなかったんです。絵が綺麗だなとか、登場人物たちの衣装が可愛いなとか思うくらいでした。あんなコスプレが生まれるぐらいやけん結構ハレンチな衣装が多いんだろうか。でもそのうち TA がメディアミックスされていることに気がつき、今度はコミカライズ版を手に取ってみたんです。そこまで興味持ったんじゃ。一応最初から読んで、重厚な人間ドラマ、バトルでたびたび繰り広げられる熱血展開、深くてしっかりとした歴史の考察。ああ細かく読んでる。あっという間にハマってしまいました。なるほど、設定の方にハマるタイプね。でもあれやな、アニメ版って結構設定とかをはしょっとるところあるけんさ、アニメで面白いと思ったら漫画とか警察小説が読むんは確かにおすすめよな。文章で細かく表現されとるあたりさ、アニメではちょっと演出寄りだったんが、漫画とか小説だったら設定とかによく注目できるようになってるけんさ、うん、そういうハマっていき方がおすすめだと思う。あれもそこからはアニメを最初から見直してライトノベル版にも手を出しました。ああ、いい感じいい感じ。それそして憧れたんです。ああ、ちゃんが時間保護官になった経緯こそ強制でしたが、そこから時間や空間さえも超えて羽ばたくがごとき自由さ、いろんな時代の人々に触れ、友人やライバルや仲間を増やし、先輩と共に信念を持って困難に立ち向かっていく。ああ、私もリースちゃん見たくなりたかったんです。その2つ前のメッセージも出てたようなさ、最初は強制だったけどどんどん自由になっていくみたいな展開がさ、まさに今の千代ちゃんの今の状況に当てはまりそうな感じやな。ちょっとあんまり自由じゃない、強制的な部分がある、強制的に習い事とかさせられるような部分もあるんやけどみたいなところがさ、だからコスプレを始めたからこそ自分は自由の身になれたんだみたいな、そういう感覚があるんかもしれんな。そこまで一気に水木さんは少しだけ表情を曇らせながら言葉を切った。彼女の言いたいことはわかる気がする。きっと主人公のユーリやリースに憧れてしまうほどお嬢様としての毎日が息苦しかったのだろう。大量の習い事をしているようだし、門限含めて窮屈な日々だったに違いない。コスプレは鳥がきっかけで始めたとか。はい、自分もリースちゃんみたいになれるかななんて。鳥かごの中にいるような生活をするのではなく、自分の好きなことをして
自分なりの歩みを進めてみたいって。はあ、ですから私は TA が大好きで、そのコスプレをすることがとても大切なんです。なるほど、そっか。そんなに深刻な顔はしないでください。自分ではない誰かになりたいなんて誰でも思うようなことだと思うんです。ああ、それはそうやな。高橋さんだって子供の頃に変身ヒーローになりたいなんて思いませんでしたか？ああ、うん、思っていたね。まあ俺なんかはさ、今でも巨乳な女の人のブラジャーにはいないなと思ってるけどね。水木さんの言葉になんとなく昔のことを思い出す。自分で変身ベルトを作ってポーズ取って、ああわかるわかる。なんか昔仮面ライダー龍騎ってね、平成仮面ライダーの3作目やってた頃なんかさ、あれさ、カードを使ってさ、いろんな装備とか必殺とか出したりしよう仮面ライダーだったけんさ、そういうカード作ってさ、何々弁当みたいな感じでやりよったな。そんな感じの頃あったな、俺も小さい頃。それです。あ、それなんだ。やっぱなんとか弁当とか仮面ライダー龍騎的なやつなんやな。え、私お友達とそういうお話をしたいんです。再び水木さんは身を乗り出してきた。そんな彼女の行動についつい笑いが漏れてしまう。そんなに友達に飢えていたんだね。だって何度も言いますけれども、こういうことを話せるお友達がいないんです。先日のイベントに参加したのだってお友達を作りたかったというのも理由の一つでしたし、なんかこんな感じを見た感じさ、俺以外にそれ以外そういう友達ができた感じはなさそうやな。そうだったんだ。はい、コスプレ自体は秘密の趣味としてずっとひっそりやっていたんです。でも一人では寂しくて、お友達が欲しくてイベントでコスプレをすればできるかななんて考えまして。ああ、 SNS とか始めてみたらどうかなって思うやけどな。ちょっと水木千代じゃなくてさ、なんかハンドルネーム使ってさ、そういうコスプレイヤーたちがおるとグループとかにさ接近してみればいいんじゃないかなって思うけど。それを人に見せるのは勇気がいりましたし、高橋さんもご存知のようにネックレスが妥協の産物でお見苦しいところもあったのですが。いやいや、つけるものが豪華だったらいいとかじゃなくてさ、結局ところどれだけ愛情こもっとるかどうかとか、そういうところが重要なわけであって。コスプレ衣装の出来には自信がありましたし、ポーズの練習も一生懸命しました。これでならと意気込んでイベントに参加してみたんです。そして俺を捕まえたと。他に友達はできなかったの？例えば同性のコスプレイヤーとかで。緊張してしまって誰とも話せませんでした。そうか。そうなんだ。なんというか彼女は生き方が不器用なんだろう。巷の噂を聞く限りでは大抵のことならそつなくこなせるような才女だったはずなんだけど。それで高橋さんはどのようなことをしていたのですか？ご自分で変身ベルトを作られたとかなんとか。小さい頃のお前と吹き返させていきよう。うん、それが俺の原点なんだよね。水木さんもいろいろ話してくれたし、俺も素直に話すけど、正座をして成長する構いになった彼女に俺は自分のことを話し始める。とは言っても大した内容ではないんだけれども、戦隊ヒーローに憧れ、でもおもちゃの変身ベルトを買うのも難しくて、それなら自分で作ればいいんじゃないと下手くそなりに自作した。ここでキャラになりきるコスプレにではなく、ものづくりの方に目覚めてしまったのが水木さんとは違うところだ。あー、なるほど。だから今そういう仕事しよんじゃ、物を作ることにね、きっかけってそんなもんよな。だから私のコスプレ衣装を見てあれだけ熱く語っていたわけでしたか。そんな高橋さんにお願いがあるのですけど。あー、なんかやべえな。
そんな真面目な発祥の中でさ、この服めっちゃ胸のデカさが強調されてるなとか俺マジも見ちゃった。ボディラインめっちゃくっきりしてるもんね。凹凸激しすぎ。俺に？改めて何だろうか。そう思う俺に、彼女は自分が持ってきたバッグからあるものを取り出していく。衣装。先日のオンリーイベントで着たコスチュームです。じゃあ一回着たやつ？一回着たやつ持ってきた。嗅いでいい？あの時、高橋さんのご指摘にハッとさせられました。私、習い事で裁縫や刺繍もやっていましたので、衣装自体は自分で作成しているんです。自作しているのは話を聞いていて分かったよ。もともとそうじゃないかと思っていたし、しかし改めてこうして近くで見てみるとクオリティの高さがはっきりと分かる。ここのこの部分が水木さんのこの部分と擦れ合わせるんよなみたいな感じを考えたらすごい背徳背徳。このクオリティの衣装を自作できるとか、水木さんの腕は相当にすごい。はっきり言ってお嬢様のお遊びで済むような完成度ではなかった。それだけ水木さんのコスプレへの情熱が凄まじいということだけろうけど、そこに本気を感じてわずかに身震いてしまう。いろいろ資料を集めまして、できるだけ細かいところまで再現しようと布からこだわり、行きつけのお店の人に布の種類を聞いていろいろ探したんです。やべえ、日本一のラーメンを作りたくてさ、もういろんな具材、麺からトッピングする具材の方とかスープのあれこれとか全部全国歩き回って修行したみたいな感じになってる。さすがにお高い生地は手が出ませんので、できるだけ安く、でも完成した時にチープにならないように、そうして少しずつ作って完成したのがこれなのですけど、装飾品だけはどうにもならず。一人の力って限界があるからな。それも先日の喫茶店で言ってたね。はい、自分で作れるようなスキルはありませんし、オーダーメイドをするにもお金の問題がありまして。まあお嬢様らしくないことを言ってるけどね。お金の問題がありましてって、お嬢様らしくないことを、割とお嬢様らしくないことを言ってるけどね。なんとかそれなりの形にしようと思っても今度は時間が全然足りないんです。まあ学生のようにね、習い事のせいでね。でもその気持ちはわかる。時間も予算も限られているし、自分ではやれないことがある以上はどこかで妥協しなければならないのだ。彼女の場合はそれが装飾品だったのだろう。なので高橋さん、私に力を貸してください。それに対しての対価は何ですか？抱かせてくれますか？力を。私のために装飾品を作ってほしいって話ではないんです。ただあの日のようにどこが悪いとか、ここをこうしたらいいとか、アドバイスをいただけるだけでいいんです。私そういうことをお話しできるお友達もいませんから。アドバイスか。突然のお願いに少し面食らったけど、意外と悪くない申し出かもしれない。いくら頑張っても社内コンペには通らず、俺のデザインが商品化されることはなかった。どうしたらいいのかが分からず、完全に行き詰まりを感じていた。だけど最近はそれが少し調子が上向きになってきている。それが TA オンリーイベントに参加して他の人の制作物に触れたからなのか、それとも別の要因があるのかは分からないけど、だからってわけではないけれど、水木さんに協力することで何かが見えてくるような気がする。主人公もちょっと何かしら手応え感じ始めてきてるんやな。もしかしたら水木さんのコスプレに協力することでよりステップアップが望めるかもしれない。以前彼女もお互いに高め合いたい的なことを言っていたし、確証があるわけではないけれど、なんとなくそんな予感がしている。だから数ヶ月後にある大きなコンペに備えて思い切った舵取りをしてみてもいいんじゃないだろうか。となれば水木さん、
俺の方のお願いも聞いてもらえないかな。高橋さんのお願いですか。そうだよ、俺のお願い。一回おっぱい揉ませてくれない。うん、数ヶ月後に会社でコンビがあってさ、そこにオリジナルのアクセサリーをデザインで出したいんだ。できれば君にその相談に乗ってほしい。コスプレを通じてお互いを高め合うような友達が欲しいって言っていたし、両方にとっていい提案だと思うんだ。そしてもし俺のお願いも聞いてくれるなら、コスプレの衣装にも興味があるし、俺に君のコスプレするときに必要な装飾品を作らせてくれないか。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。唐突に手を両手で包み込むように握られ、上下にブンブンと振られてしまった。握手会、アイドルの握手会やねん。ちょっと大げさ気味に握られる感じの握手会やお前。でもその後は握手会の後、大体思いっきり手洗ってるんだろうなと思いながらも、そのアクション、その大きく握られてる時にオタクたちはすごい優越感を得るのです。そして距離が近い。落ち着いて、とりあえず今はその衣装の話をするんだよね。ヒロインのリースが時間保護官として活動する基本の衣装、ハス任務で幕末に行った時に着ていた一番初めの制服。はい、リースちゃんが最も着る機会の多い基本的な制服です。で、高橋さん、これが幕末に行った時のだって分かっていたんですか。もうプロだからね。うん、最初に支給された制服だけは改造の少ない最もオーソドックスな形なんだよね。任務のためにボロボロになっているから、リースも毎回微妙に改造して着こなしを変えているけど。はい、そうなんです。どんどん改造していたらどうなるの。谷間だけじゃなくてどっか違うところもなんか肌が見えてたりするんだろうかな。いろいろな時代に沿った衣装や少しずつ改造されていくリースちゃんの制服も全部素敵ですけど、この最初に支給された保護官の制服がリースちゃんの真の強さを一番表していると思うんですよ。だんだん物語が進んでいくにつれ、だんだん改造されていくって、鉄血のオルフェンズのガンダムボルボドスか。ですから私この衣装が一番好きで。わかる、俺もこの衣装は好きだったし。あ、着替えた方がどこが悪いか分かりやすいですよね。すぐに着替えます。あら、ちょっと待った。なんでいきなり服を脱ごうとしてるの。止めるんだ主人公、俺に全部見せるんだ。水木さん、俺に全部を見せるんだ。着替えるためにはまずは脱がないと。ちょっと俺は部屋から出てるから、その間に着替えて。私は気にしませんけどみたいな感じで言うてくれるかと思ったね。おい主人公、そこはマジマジと見ないと。そのコスプレしてる人の素肌を見てそれに合わせて作らんとあかんじゃん。だからさ、スケベな目で見るわけじゃないよ。ちょっとその作る相手のことを考えてみるっていう意味ではね、そのね、相手のね肌をマジマジと見つめることって大切かなって思いますんでね。そういう意味でね。あ、焦った。いきなり何のためらいもなく服を脱ごうとするなんて、やっぱり水木さんってお嬢様だからなのか、いろいろとずれてる気がする。俺は早金を大打つ心臓を落ち着けながら逃げるように部屋を飛び出すのだった。ラッキースキブの瞬間だと思ってたのにな。着替えたんかこれで。そしてそんなコスプレ好きなお嬢様との友達付き合いが始まってしばらくして、とある問題がやってきた。なんだ？高橋さん、どうしたら。私、水木さん、いつもより暗い顔で家にやってきた彼女は、俺の姿を見るなり胸へと飛び込んでちょ、また飛び込んでくる。もうお前ら付き合ってるな。ちょっと待って、この数日が経ったある日の数日の間にお前らどんな仲間で進展してんか。おい、もしかしてもうすでに二人して一緒にお風呂に入って仲か、お前ら。おいおい、そういうところを俺は見たいんや。エッチなところを見たいが理由にこのゲームやってる俺にとってはそういうところが見たいんや。
湯煙でもうそういう細かいところ隠れとってもええから。助けてください。え、たびたびさえる無自覚な急接近で慌てかけるが、すぐに彼女の様子がおかしいことに気がついた。わずきかけた気持ちをなだめつつ、水木さんの様子を確認する。何かあったのかな。相手は年下の女の子だ。そんな相手がこんな顔をして助けを求めている状況に動揺しながらも必死に頭を働かせる。もしかしてここに来る間にトラブルでも。そうじゃないんです。でも私どうしたらいいかわからなくて。おいおいおい、もしかしてこの数日で俺に対して異性の感情を抱いちゃったんじゃないの。コスプレ仲間、コスプレの同士、さらに格上げしたら異性の恋する異性の思いみたいな感じになってるかな。あ、メニュー開いたらさ、称号がかかってるかもしれんぞこのゲーム。痴漢とか事故とかを想像したけど、そういう話ではないっぽい。とりあえず俺から離れて少し落ち着いて、それから何があったのかをゆっくりでもいいから話してくれないか。はい。俺の言葉に彼女は小さくうなずいた。座るような座るよう促し、少しでも押し付けるように温かな飲み物を用意する。じゃあ話を聞かせてくれないか。湯気の立つマグカップをテーブルに置いて、俺たちは向かい合って腰を下ろす。何しか深刻そうな話やな。やっぱスタイルいいね。こう座ってもね、やっぱ胸に目が行くんだよな俺。スケベだから。やべえ、この服ってさ、ボタン外したらバッてさ、その隙間から胸出したりできるよなみたいな。着衣した状態で胸ボロンと出せそうな感じが服でね、ちょっと同人誌だったら俺そういう見方しちゃうなって。何言ってんだろうな俺は。水木さんは目を伏せ気味にして分かりやすく落ち込んでいるようだった。それでも気品とか上品さが備えていない限り、お嬢様ってすごいと思うが、そのことは今はどうでもいい。実は、もう上品よな。もう元の素の状態がさ、素のパーツが上品な部分揃っとるような感じやもんな。こういうのなんて言うんだろうな。ナチュラルボーン上品って言うんだろうな。親に促されるまま、彼女はおずおずと口を開く。家の人にコスプレのことがバレてしまいました。ああ、そういうことか。家の人って水木さんのご両親。はい。最近習い事がない日も帰りが遅いからと不審に思っていたようで。ああ、もう来たんじゃ。その両親との対立っていうかさ、一番問題視されてる部分がさ。それで先日家に帰った時に問われ、その時に荷物の中身を知られてしまいまして。ああ、それだけで察してしまった。俺には仕事があるし、水木さんにも習い事や友達との付き合いのほかアルバイトもある。だから毎日ここへ来ることはないのだが、来た時は遅い時間までいるのが常だった。遅いって言っても門限破りはしていないので問題はないと思っていたようだが、とうとう突っ込めてしまったのだろう。まあ両親からしたらちょっといい感じはせんだろうな。なんかやっぱさ、おしとやかとはほど遠い世界やもんな。その服装のハレンチさといいさ、お前こんなもん着るのみたいな。そして最近はうちに来るときはコスプレ衣装も持参している。それが見られてしまったとなると、うん、コスプレのことがバレても不思議はない。それで助けてほしいっていうのは。コスプレをバレて助けを求めている。あの水木家ということを考えれば、その理由は何となく察することができる。その、あの衣装が布地が少なめで、布質が多いこともありまして、水木家の恥と言いますか、恥ずかしいと言われまして、コスプレの禁止を言い渡されまして。やっぱそうなるか。やっぱそうなるか。やっぱりそうか。感情的には納得したくないが、
水木の家の人が言っていることもわからないでもない。年頃の女の子がそんないわゆるハレッチな格好をして人前でポーズをとっている。コスプレのことをろくに知らない人から見ればそんな感想も出てくるだろう。じゃあもうコスプレは？やめません。そこはなんとか食い下がりました。ですけどコスプレを続けたかったら誰もが納得できるような明確な成果を。もう成果主義なんじゃ。もう成果さえ上げる。成果って何だ。コスプレの成果って何。コスプレで得られる成果って何なん。なんかコスプレイヤーの一番を決めるような日本一コスプレ選手権とかあるんか。何だか明確な成果って何だろうな。コスプレで言えばやっぱそういう大会に出なあかんのかな。コスプレ甲子園とかあるかな。そのあるんかな。誰に聞かれても堂々と胸を張って説明できるような結果を出してみせろと条件を出されまして。うん、そもそもオタクごと自体がさ誰にも聞かれるようなものじゃないからな。結果を出してみろねえ。目立った功績を立てて他よりも優れているところを見せろってことだろうか。でもコスプレで結果を出すってどういうものを言うんだ。そんな疑問に俺は首をかしげてしまう。そうなんです。正直何をすればいいのかわからなくて、今までは好きなコスプレを満喫しながら TA 好きの同士を得られればいいなくらいにしか考えていませんでしたし。なんだろうな、こういう時にいきなりさコスプレ姿の誰か一人 CM に出したいからそういうの用意してほしいみたいな依頼来おへんかな。電話でさもしもしって出てみたらそういう感じの依頼来おへんかな。いや全然仕事の内容違うな主人公と。タレント業務やよいわけじゃないよ。私他に相談できる人がいなくて。うん、そういうことならいくらでも手を貸すよ。俺だって好きなものを禁止されたらどれだけ辛いかは分かるつもりだから。趣味を仕事にしているくらいだ。もしそれを禁止されたらなんて考えたくもない。トランプに陥ると自分から離れたくもなるけど、それはそれ。彼女のコスプレ活動に協力することは自分の益にもなっている。実際に最近の仕事はとても調子がいいのだ。お嬢様だからか、自分もこだわって、コスプレ衣装を自作するというクリエイターだからか、彼女は俺にない着想を持っている。そんな彼女とのコスプレや装飾品の談義はとてもいい刺激になっていた。まだ先のことだけど。でもあれやな、どう考えてもさコスプレ衣装に着替えていろいろ話すときもあるんやろ。その実際に見てさいい刺激って言いながらさ結構際どい刺激もあるんだろお前。ある意味目の刺激ってさそういういい刺激と際どい刺激もあるんだろ。たまに動きまくってさその縫い方、生地の長さっていうのが合ってなくてさ、ビリって破けて、そういうやばい刺激とか、そういうエッチな刺激とかもあるじゃないの。おい、そういういきなりビリって破れてさ、見えちゃう、赤のところも見えちゃったりして。うん。まだ先のことだけど、コンペでもいいところまでいけるんじゃないかって手応えも感じてるくらいだ。だからこそ、できることなら何でもしてあげたいと思う。けど。でも、俺も何をしてたらいいのか全然わからないんだけど。イベントで目立てばいい？雑誌とかに取り上げられてモデル扱いされればいい？基準が曖昧すぎてどうしたら家の人に納得してもらえるかわからないな。ウーフェイ、教えてくれ。俺はあと何人殺せばいい？そうだね。とりあえずこういう時は別の力を借りてみよう。軽く考えてみてもすぐにいいアイデアは浮かびそうになかった。なので俺はタブレットを出してコスプレについて検索してみる。いやーやっぱりネットやな。
何か分からないことがあればネットで検索してみれば大体出てきてしまうのが今の時代やな。俺もそうしてる。何か気になることがあったらネットで検索してる。あの、それは？え、これはスマホだよ。スマホ知らんの？え、スマホ知らんの？最近のお嬢様ってそんなわけないか。うん、最近はコスプレについてもいろいろとネットで検索して見てるんだよ。え、いくらお嬢様でもさ、ネットで検索して見てるとかそういうのわかるだろう、お前。あ、ネットで検索してるんですねみたいな感じで見てわかるもんじゃないの。え、最近のお嬢様ってスマホとか持たせてくれない系？ネットとかさせてくれない系なん？他の人は装飾品をどうしてるのかを調べてみたんだ。だからこうしてコスプレについて検索してみれば何かいいアイテムが浮かぶんじゃないかと思って、と説明しながらページを切り替えていると、ふと気になるサイトを発見した。それは何のサイトなんでしょうか？エッチなサイトだよ。コスプレイヤーをピックアップして紹介しているサイトみたいだね。あ、そういうのがあるんじゃ。ほら、え、ここ今最もホットなレイヤー10人ってページがある。この子はすごく可愛いです。それにすごくキラキラしてます。 TA じゃないけど有名作のコスプレだね。ネットで何度か見た名前だ。多分大学生くらいの女の子だろう。なかなかの高クオリティのコスチュームに身を包み、胴に入ったポーズをとっている。それは先日のイベントでの水木さんよりも格段にキャラを見せていた。なるほど、これはホットなレイヤーとして取り上げられているのも分かるような気がする。このサイトって海外向けのページもあるんですね。英語表記にもなるみたいです。海外からもコメントがたくさん書き込まれているようですし。そうなんだよ、もう日本のコスプレという文化は海外にも広がってるんだよな。レイヤーさんを集めてチャリティーもやっているって書いてありますよ。うわ、金巻き上げてるわ、金巻き上げてるわ。このサイトの制作者さん、コスプレイヤーの地位向上のためにいろいろ活動しているみたいです。へえ、それは素直にすごいな。で、雑誌社とのタイアップもしていて、コスプレイヤー専門の雑誌にも寄稿しているみたいだ。うん、このサイトは使える気がする。水木さんがこのサイトでピックアップされれば一応の実績にはなるんじゃないだろうか。チャリティーもやっていて海外向けのページもあって、さらにタイアップしている雑誌に掲載でもされれば分かりやすい結果として証明できそうな気がする。ねえ水木さん、家の人からはいつまでに結果を出せって指定されているのかな？いいえ、期限は特には定められていませんけど、でもできるだけ早い方が望ましいと思います。そうだよな。じゃああまり時間もかけていられないってことだね。となるとそれほど回り道もしていられない。よし、水木さん、目標をこれに取り上げられることに設定してみたらどうだろう。このサイトに掲載ですか？そう、イベントに参加して目立って有名になって、このサイトに掲載されて雑誌でも紹介されて、そうすることで家の人が言っていた結果を提示できるんじゃないかって思うんだ。そのためにはやることも多いけどね。結構最近ってさ、そういうどこにも属してないさ、アマチュアが活躍する場って増えてきてると思うよな。こういう個人で活動しとる人とかさ、VTuber にもさ、そういうさ、個人税で事務所とかに所属してない人もにもちょっと注目を浴びせたような企画をやよるような雑誌もあるしさ、俺もそういう雑誌へ取り上げられてみたいなって思うんやけどな。コスプレ衣装のクオリティをさらに上げるのもそうだけど、水木さん自身がレイヤーとしてレベルアップしなければならない。この前のオンリーの時みたいなレベルだと掲載されるような基準には届かないと思うから。レベルアップですか？もちろん乗りかかった船だ。俺も全力に協力する。ということでどうかな。2人で、あ、いや、この場合はこういった方が
いいか。たとえ時間の中に埋もれた一粒の砂のようなものでも、君となら、やり遂げられると俺は確信してる。それは、エジプトファラオ編でのセリフ？やっぱこういうところにも有名なセリフを。ミルクさんを鼓舞するために、あえて TA の主人公、ユウキのセリフを真似してみる。めちゃくちゃ恥ずかしいけれど、その効果は抜群だった。なんかこの二人オタクカップルしてめちゃくちゃ鬼がいいな気がするもうお前らこのまま付き合う未来しか見えねえな。もうお前らこのまま最終回の頃には付き合ってるな。なあこの家に来た時の気落ちした表情はどこへ行ったのだろうか。やっぱコスプレしたらちょっと強い自分が出てくるんだろうな。水木さんはヒロインのリースがしていたように何かを掴む仕草をしながら力強くうなずくのだった。はい、お前、ネッカーのリース来ましたね、ネッカーのリース。こんな感じで目標が見つかったわけか。もっと胸元の露出とかさ、激しめにしてみたら、視聴者食いつくんじゃないかな。もっとおっぱいをね、際どいところまで布を減らしておっぱいどんどん強調していたら、スケベな奴らが食いついて掲載してくれるんじゃないかな。